ペペです。バイダンです。バイダンチャンネルでーす。さあ今回は、はい、未紹介でございます。最近辛いコメントが多い。ツッコミの声がでかい。ツッコミじゃない。無視します。さあということで今回の未紹介は、はい、ディズニーシーンの喫煙所を紹介してでございます。はい、まあ、ランドでありましたね。はい、先日ディズニーランドの方の喫煙所を紹介していただきましたけど、はい、今回は C の方の喫煙所を紹介してくださいということでございまして、はい、ランドの方3つあったんでね、ランド3つで C も3つですね。 C も3つなんで、はい、もう喫煙所の僕からしたらやっぱ喫煙所、もう喫煙所のために歩いてるみたいなことありますからね、はい、喫煙所行く道中でアトラクション乗ってるっていう、アトラクション、ね、アトラクション乗ってタバコ吸いたいかじゃなくて、基本的に常にタバコ吸いたいですから、次の喫煙所に行って、その間に、カフェです。さあ、というわけでやってまいりました、ディズニーシーでございます。なんでマスクしてんの、ヘローとも言えないね、今ね。本日はですね喫煙所を紹介するというミッションでございまして、さあしょうがないな、乗り込んでるわけです。お、何これ、何にかを言えよ、何に乗り込んでるかを。本日は喫煙所を紹介するということで、喫煙所の方、東京ディズニーシーの喫煙所の方で3箇所ですね、こちらの方をご紹介しようかなと思います。何今の気になるの、はい、気になるって。さあ、というわけで、ウェーとか言ってる、アメリカンウォーターフロントに来ているわけです。なんか手が映り込むのがすごい。まずこちらのアメリカンウォーターフロント、この喫煙所がですね、タワーブテラーを見て左側にあります、うん、ビッグバンドビートとかをやっている所の施設ですね、まあ、ブロードウェイミュージックシアターという名前なんですけども、はい、そちらのすぐお隣にあります喫煙所がこちらです。すごく進んだところにありますのが喫煙所となっておりまして、目印としてはポイントはこちらがですね、エレクトリックレールウェイというアトラクション、電車のアトラクションと、トイレになっておりまして、そちらを奥に進むとこちらの強い、はい、こちらの、喫煙所なんですけども、うん、アメリカンウォーターフロントにあるこちら喫煙所ですね。ちょっと一回止めて。はい、はい、さっきの音と黄色いやつ何？黄色いやつはあの、まあ、まあ、フォトスポットの、まあ、簡単に言うと当時走ってたような車です、ね、あれですね、動いてるもんじゃないんだ。動いてるもんではないです。普通にフォトショットここで写真撮っていいですよっていうものなんだっていう乗り物だけども、1912年代がちょうどあの自動車とかが走り出したような、ですのでその時のデザインというか、なるほどね、なんかまさに、ね、もうそのやっぱディズニー初心者からしたら説明が欲しかった、乗っちゃってた、乗ってまーす、なんかチョキピースって言ってなかった、いや、ヘローと言ってくる、ヘローって言ってくる、ヘローって言ってくる、その後アロハもあったしでマスクはもういつもは口うるさく言ってます、ほんと口が酸っぱくなってお前の耳にタコができるまで言ってますけど、今回もしょうがない、この時期が時期ですから、これはもうむしろ褒めるに値します落ち込まないためにもね、はい、人気というか人が多いことでも結構喫煙者の間では有名だと思うんですよね、うん、ここの喫煙所は知ってるよっていう方も多いと思うんですよ。ですので人が結構多いんで、うん、どうしても吸いたい時はこちらで吸ってもいいと思うんですけど、うん、居心地はねちょっとね、いいとは言い切れないのがこちらの喫煙所なんですけども、この喫煙所、こちらの椅子の壁にある通りですね、こちらの喫煙所、エレクトリックレールウェイ、先ほど紹介した電車の、うん、マークがついてるんですよね、うん、で、こちら後ろ線路バーッとありまして、ここまで繋がってるんですよ、うん、というわけでこちらエレクトリックレールウェイの車庫とかそういう使われ方をしている建物の中の喫煙所となってるわけなんですよね。で、広さとしましては写真こんな感じとなっておりまして、うん、まあ大体そうですね、こうフットサルコートぐらいの大きさとなってるわけです。何ですか何ですか、先に言ってきます、今回も長くなりますなんで紹介していくだけのコンパクト動画よ、こんな前回もさ、なんかバスケット3-on-3ね、 3-on-3 できるぐらい、うん、そのスポーツのサイズしかない、お前の引き出し、いや、ちょうどコートだし、今回はその反省を踏まえてフットサルっていうバスケコートだったらよかったじゃん、前は 3-on-3 じゃなくて、今回はフットサルっていう競技指定のコートですから、そのフットサルコート、うん、ちょっとサイズわかんない
そうかスタジアムいわゆるサッカーの方のサイズとか、うん、バスケットとかは授業とかでもやったりするじゃん、うん、フットサルがね、わかんない、ね、ハンドボールよりちょっと狭いぐらいハンドボールもわかんない多分知ってる人からしたらドンピシャなんだけど、はい、優しい例えではないななるほどね、うん、で、まあ何ぐらいって言ったらいいのかなそのあれですね、あの地元のそのジャングルジムしかない公園ぐらいの地元によるあれじゃん地元によるそのジャングルジムとブランコだけのような公園うち結構広いとこあったいやじゃあジャングルジムしかないとこでなんて言ったらいいんだろうないいよもうそんな無理しなくて一軒家のちょうど広さぐらいですね人ん家によるこういう時大体何畳とか言うからあ、そうかなんとなくなそれ何畳はわかんないこうやってお前がなんかちょこっとしたミスを俺がこうやっていじめてるみたいに突っ込むからその周りから言われるのよ。いじなくていい。フェイフェイさんが厳しいとかね。言わしときゃいいよ。コメントもそうだけど、いろんな人に言われるのフェイフェイ厳しすぎるんじゃないか言われるんですよ。けど僕は無視します。で、まあ、広さ的には結構広いんですけども、人が結構利用しているのが多い分、ちょっと窮屈感がちょっと感じられるかもしれない喫煙所となっているわけですね。さあ、こちらが一つ目の喫煙所ということで、二つ目の喫煙所行ってみましょう。レッツゴー。続いてやってまいります。手が混んだな。この辺ですか、あの麓にあります。手がすごい混んでた。うるせえなっつった。お前そりゃないぜ。お前さあ、というわけで軽温泉があります。ボックスはい。ちょっと行かないなんだよ。お前さ、お前そのディズニーのものに向ける目じゃないから。本当に。こればっかりはね。マジ良くないよ。こうもうあの読めないから、この火山活動はどうしても僕でも。ブチ切れてるじゃん。ブチ切れてないし。何これ、彼女と喧嘩しててお隣さんが。うるさかった。友達 4、5人呼んでうわーとか言ってっから、こっちだけだってこっち喧嘩してんだねの顔してるから。ディズニー芸人と言ってるんだからこんな顔しない。わかりました、はい、これはもうその28歳としての注意。さあ、というわけでこちらルネサンス号があります。はい、こちらルネサンス号があります。やっとだね。はい、フォートレスエクスプロージョンの麓のとこなんですけども、今こちらがですね、はい、こちら溶岩コントロールセンターがある施設ですので、定期的にメンテナンスをしているんですよね。で、こちらメンテナンス中ということで昨日会いまして、普段だったらこちらね、階段とかがあったりとか要塞の感じになっておりまして、尺考えよ、喋る尺。でもね、結構長かった。こんな感じになっているのが、そうそうそうですけども、喫煙所がこちらです。はい。はい、間の入り口、あそこが喫煙所となっているわけです。さあ、というわけでこちらの喫煙所、普段もねこんな感じでちょっと分かりにくいところにあるんですけど、そうなのよ、分かりにくいその分こちら中が人が少なくて穴場的な喫煙所となっているんですね。なるほどね。中身がですねこんな感じとなっておりまして、はい、こちら要塞の雰囲気に合わせた内観にもなっているおしゃれな喫煙所、ここそうだね、 C の喫煙所、イメージある一番おすすめの喫煙所となっているんですね。はい、プレゼントしました。この火山のすぐ真向かいのところにある、ちょっと分かりにくいんですけども入り口ありますので、ぜひともご利用してみてはいかがでしょうか。これが2つ目の喫煙所ですね。さあ、3つ目行ってみましょう。レッツゴー。さあ、やってまいりました、アラビアンコースこちらに3つ目の喫煙所があるわけ。一回止めて。おもちゃ買ってもらったの。おもちゃ買ってもらったばっかじゃん。遊びにくてしょうがないから。すごい。さあ、やってまいりました、アラビアンコーストでございます。何今の、何が起きたかと思った今。マジで本当に。
事故映像みたいなって、なんか最初そしてだからこうやってやったじゃん、うん、こうやってやってこうやってやったから、うん、こいつ何の計画性もなしにこれしたもんだから、うん、これに合う編集ないと思ったら、うん、俺そこ言おうと思ったの、うん、その見切り発車すなって、うん、そしたらまさかのその倍上の編集だったピュイーンですけども、はい、こちらにある喫煙所がすぐ真向かいにありますね。はい、こちらに後ろにありますサルタンズオアシスと左側にありますシンドバッドの冒険があるところすぐ近くの、はい、喫煙所がこちらです。あちらですね。あ、そうそう、ここね。あちらにあるのがこちらの喫煙所。溶け込みすぎてわかんないな、ここ。はい、こちらの喫煙所ですね、内観がこんな感じとなっておりまして、大きさとしましては、大体アメリカンウォーターフロントにあるような喫煙所と同じぐらいの広さですね、はい、となっておりまして、3つ目の喫煙所なんですけども、こちら見てください、こちらです、こちらですね、Closed by order of the Sultan。サルタ王からの命令で閉店しましたよというような印がついているこちらなんですけども、はい、右側を見てみるとジャファーズショップオブザバンダス、ジャファーの不思議なお店というので、じゃあジャファーが出したお店がサルタ王に決められましたよというのが書いてありますね。全体的に、もう C の喫煙所の場合は3つとも広さが同じぐらいになっているんですよね。ランドの場合はちょっと広さがちょっと違かったりとかしたんですけども、大体同じぐらいの大きさということで、はい、でこちらもランドと違って、ランドは左と右に分けると反対側に結構偏ってるんですよみたいなのを話したんですけども、 C の場合はこう縦にこう斜めに一直線に並んでいるような形となっておりますので、こう歩きながら利用しやすいんだね、利用しやすいんですよね。あと回りながら、あ、ここ喫煙所になるなとか、固まったりとかしてないのが市のありがたいところということで、ぜひともですね、歩きながらこちら紹介したような喫煙所を吸ってみてはいかがでしょうかということで、僕のおすすめは、はい、紹介中に思いました2つ目の喫煙所となっておりまして、はい、そんなトリビアを紹介しながら、こちら3つ目の喫煙所でございました。さあ、先ほども申した通り3つの喫煙所、僕のおすすめは真ん中にあるポートリシャス工場の、おすすめは何を言ってるんですよ。頑張れ頑張れ、増税に負けずに頑張ったんばえというわけで、そんな感じでミッションいかがだったでしょうか。お返しします。なんだお返ししますって。はい、というわけで、何最後おすすめ 2,3 回言ってたけど、いや最後がね、まあ、ちょっとなんとなく感じると思うんですけど、せっかくなんですぐ近くにあるトリビアも紹介しようと思って、その最後の締めくくりを取り直ししたんですよ。うん、で、こうあれももう一回言っとこうが、こう言いたい部分がこう二重になっちゃったんです。なるほどね、そういうことか。そうですそうです、僕のおすすめはあそこですよっていうのを言いたかったんですよ。なるほどね。はい、まず先行きますか。はい、お墨付き、やったぜ。これはほぼ完璧でした。ほぼ完璧です。はい、ただ一個、まあ、これはフェイフェイに対する文句ではないです。お、はい、僕自身に対する、うん、お前マジか鈴木っていうのがちょっとね今回感じれました。なんすか。例えば、うん、フェフェが髪の毛触るとか、うん、そのいわゆる編集でのシーン代わりの間の気持ち悪さとか、うん、その何細かいところが、うん、その気にならなくなってきてる。まあもちろん喫煙所紹介、はい、まあ、お墨付きつけたぐらいですから完璧でした。ほぼやったぜ。はい、まあ、今回のミッションはお墨付きということになりますから、まあまあ喫煙所的にはこれぐらいなのかな。まあね、あそことかあるじゃん、出てすぐと同じとか。そうそうそう、あそこなくなったんですよ。あれはなくなったんですよ、つい最近。なくなった、なくなりました。じゃあまあまあ喫煙所の周りはこのぐらいかな。はい、でまあオリンピックに向けて、まあ、4月からだいぶ厳しくなってきますから、はい、喫煙の方がもしかしたらね、リゾート内ももしかしたら、はい、減ってくるかもしれない、ね、かもしれないですね。はい、まあまあまあ喫煙者の皆さん頑張りましょう、はい、ね、頑張りましょう。びっくりした、時の中さまよったから。ちゃんとピクリともしなかった。どっちも変な安心感で、はい、さあということで今回は喫煙所でございました。はい、お好きな喫煙所を探してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、オンレア